はいみなさんこんばんは今日は2022年12月16日です今日金曜日 JR グループのダイヤ改正の詳細がついに発表されましたをダイヤ改正ってどういうことって話なんですが JR ではだいたい1年に1回大きなダイヤ改正を春3月を中心に行っているんですがそのダイヤ改正の詳細っていうのを約4ヶ月前である12月の今日は3週目かな 3週目の金曜日に発表するっていうのが慣例になっているんですがそれに合わせて今日 JR 各社と JR に関わる私鉄っていうのがダイヤ改正のあらましを紹介してきましたので今回はそれについて皆さんにちょっとずつピックアップしながらお話をしてみたいと思います。 はいといとううわけでもう早速お話をしていきましょうまずはこのダイヤ改正皆さんにご紹介しているこの画面では JR グループ全体で一番大きなな情報をご紹介しててていいるっっ話になっています、まあ、今回はそこから深めていくっていう流れでまずお話をしてみたいと思います。というわけで JR のダイヤ改正なんですが2023年の春のダイヤ改正は3月18日に決まったようです。 はい3月の18でございます。ということは3月17の金曜日にいくつかの列車がラストランを迎えるとえそして平日ダイヤとしての初めてのダイヤ改正は3月20日の月曜日になるこの2つをまず覚えておいてください。でまあ JR の全体としての主な内容って話なんですが。 まず東海道・山陽新幹線の定期の土留めの所要時間が短縮されたりとか臨時の列車が増えるとで山陽新幹線で A700S が増えていくてことになっていますまあ A700S も今もう30本以上増えてきたんでどん,どん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 定期として A700S で運転しよういうことになっているようですそしてこれですね上越新幹線北陸新幹線の所要時間を短縮まな、あ、んでかっていうと上越新幹線がついに E7 系に統一されるからってことになっています これまでは E2 系と E7 系の2つの新幹線で上越新幹線を走っていたんですが今後は上越新幹線から E2 系が撤退します。次 高崎線特急に E257 系のリニューアル車両を投入しますと書かれていて現在は高崎線の特急では651系と呼ばれる旧スーパーひたちの車両が走ってるんですがここに257系のリニューアル車両を投入するそうなんで多分257系と651系2つで行くのかなだと思うんですが差し当たり投入という情報が入ってきました続いて特急飛騨の全定期列車を HC85 系に統一しますってことで ついいにに HT85 統一されてしまいますこれまでは Kia85 系と HT85 系2つが走っていて2022年今年まだ HT85 系デビューしたばかりなんですがそこから1年足らずで Kia85 系を全部置き換えてしまうんですって。 そしてここれれやっぱりまあこれも大きなな情報になるかと思います大阪駅、梅北新駅が開業になりましてこれまでは大阪をある意味スルーしていたはるかと黒潮が大阪に全列車停車するようになりまして大阪東線の列車っていうのも新大阪から大阪まで足を延ばしてくるということになっているようです。 さらに奈良線の復線化工事の完了に伴いってことでこれまでは奈良線京都から奈良間走っていた列車一部区間単線だったんで時間がかかっていたんですがついに復線化工事全線で完了したので所要時間が早くなるんですってまあとは有料座席サービス AC との本数がやや増えるということで今なかなか本当に乗りにくいんですが今後ちょっと本数が増えるみたいですその他田沢湖線京葉線東海道線では新駅を開業するってことになっていまして まあとはまあ貨物とかもあるみたいなんですがこれが JR からの情報となっていまして、まあ、ざっと見していくと定期のぞみの所要時間を短縮ってことに書いてありまして東京新大阪間の所要時間3分短縮、まあ、これはスピードアップっていうわけではないと思うんでの途中の場所での調整が入ったということになっているみたいです。 あとはまあ臨時の列車が増えていくまあちょっと一つ面白い臨時,で臨時の望みが増えていくんでそれを後ほどご紹介したいと思いますあとはこう東京広島間の全ての望みが4時間以内の運転となるということになっております今飛行機と新幹線勝負の分かれ目っていうのが4時間って話になっていると思うんですけれども全部が4時間以内っていうのはちょっと大きいかもしれません これでまた東京と広島ただでさえぶっちゃけ新幹線が勝っている部分がより新幹線が勝つんかなっていう感じです。あとは四国との乗り換えっていうのがこう待ち時間を短縮することによって東京高松のというか東京高松を含めた四国との乗り換えが速くなるんですって。でもこれはさっき話した N700S が増えるよとかあとは上越新幹線がなんとですねこれ E7 系に統一されることによりまして最高速度これまで e 7系 e 2系両方とも275キロ出せるんですけれどもまあ防音の意味とかあとは e 4マ m a x のなんか残りがみたいな感じで240キロだったんですけれどもなんと大宮新潟間は35キロも速度が向上しますのでなんと東京新潟間最速で1時間半になるんですってこれはめちゃめちゃ早いただまあ最速便はそんなに多くはないんでまあ全体的に平均すると1時間40分ぐらいっていう意味の方がいいかと思います であとはこれに伴って北陸新幹線っていうのも高崎から先では260キロで走るようになっているんですが高崎,から先高崎から大宮間は240キロに制限されちゃったんで時間がネックになっていたんですけれども今後は275キロにその区間も速度が上がっていきますので東京、金沢間も2分ぐらい時間が早くなっていくということになっています。 でこれもさっき話してました2、e、v 2 5 7系の車両を投入して快適性向上ってことでこのリニューアル車両はどうやら窓側にコンセントがついているんで651系ではなく257系に当たるとコンセントがつくのはちょっとありがたいような気がしますねあとこう草津号の名前が変わったりとかスワロー赤城のスワローがついに消えるそうです185系でスワローサービスなんて駅の放送だったと思うんですけれども赤城号って名前になるみたいですあとこれですね 全定期列車 HC85 に統一するって話はさっきしたんですけれどもその HC85 っていうのがついにまあ大阪にも入っていくってことで大阪日田も HC85 系,系になるってなることに伴って大阪の日田の乗り入れが終了するかなって僕は睨んでいたんですがどうやらそうではなくってそれが残って HC85 系に変わるとでまあ一部の列車は停車駅のパターンが変わって10分ぐらい短縮ということで大阪日田は10分も短縮するんです。 であとは梅、まあ、北新駅が変わるよってことについては詳細はまた後ほどご紹介しましょう。大阪東線の話もそれなりかな で、えー、A c ともそれなりって感じになっていてあとは新駅ですね田沢湖線京葉線東海道線っていうここで、ね、東海道線って書き方するのがなかなかかあれなんですが新しい駅は大阪梅北新駅なんで東海道線の,あの神奈川県内にある新駅はまだまだ開業はしません京葉線は幕張豊砂駅がついに開業あのえと幕張のイオンに近づく駅ですね あとは田沢湖線盛、えー、岡と大釜駅の間に前方という駅がオープンをするみたいです大釜駅っていうのは皆さんに前ご紹介しました雪下ろしを自動的に行ってくれる駅なんですがその間に1本駅ができるということで秋田新幹線からも今後は車内で前方駅なんていうのを見ることができそうですあとは、まあ、貨物列車もいろいろあるよってことになっているみたいなんですけれどもすごいですね貨物も速達化して福岡と東京は、 19時間うーんなんんなていいのがちょっと面白いかもしれませんでここから先は詳しく、まあ、ちょっとピックアップしたいお話にとどまるんですけれどもご紹介したいと思います。はいというわけで北から行きましょう JR 北海道なんですが、まあ、以前から言われていた、えー、183系っていう今大雪オホーツクで使われている特急列車あるんですけどもこちらがついに283系これまで大空で活躍していた列車が 復活という形になりまして今後は1足線形から2足線形になるとでそれに伴って時間が平均で2分から4分ぐらい短縮されるんですってまあこれ振り子使うから短縮するのかどうかはわからないんですけれども、まあ、少なくとも1足線形定期列車で運転している列車っていうのはついに北海道からいなくなりますですから3月17日がラストランになるのでなかなか北海道も盛り上がりそうですね。 ただし定期運転終了後も若干ラストランっていうのを行うみたいなんで定期列車としてのラストランが3月17ってことになると、まあ、そんな形で覚えていただければと思いますですから札幌を基準にすると最後の一足三系列車は22時53分のオホーツク4号到着をもって終了ということになりそうですね。 あばしりでこれがちょっと問題というわけではないんですが283系に変わるとなんとモノクラス3両編成が一般的な編成となりますのでなんとグリーン車は消えますまた183系一部の列車コンセントはついていたりしたんですがコンセントは基本的に一切283系はないので。 サービスとしてはちょっと低下しちゃうんじゃないかなっていうのが僕からのこう懸念点なんですけれどもいかがでしょうか少なくともグリーン車はなくなっちゃいますので今のうちにオホーツク大切でグリーン車乗りたい方はぜひぜひ体験をしてみてくださいまた今後 なかなかおほうつく時間かかりますので、えー、何でしょうかね、あのー、コンセントとかないありませんのでモバイルバッテリーは十分に積んで札幌から網尻もしくはかかからから方面に向かってみてみください、まあ、その他北海道はいろんな情報はありますけれども、まあ、乗り換え等々は僕からご紹介するよりも皆さんで自己表確認していただきたいと思うのでそれを見ていただきまして一応。 新しくエスコンフィールドっていう北広島で日本ハムの本拠地が開業しますので臨時列車っってていいいうのがいくつか運転されるるよってことになるみたいですあとはまあホームライナーが指定席になるようなんていうのがちょっと面白いかもしれませんが料金がちょっと変わるかもしれませんねあとは富良野線に H800 型っていうのをこれ全て置き換えるそうなんでまたキハ40が減っていきますね。 はいでまあ、あとは北海道毎年ダイヤ改正でガン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 駅が消えると思うんですけれども今年は結構少なめで浜田浦駅っていう日高線の駅のみが買いえなくなるんですね。 であとは、えー、2023年これはもう5月なんでまたしばらく先なんですが737系って呼ばれる、えー、電車を室蘭線に投入するということで速達が図られると、まあ、それについてはまた今度ご紹介としましょうかこれが JR 北海道です、はい、続いて JR 東日本のお話です JR 東日本はやっぱり一番のトピックとしては JR 上越新幹線の所要時間短縮ということで E2 系が上越新幹線からついに撤退をするので、えー、3 5キロ速度アップ これは大きいっすよ、ね、うんでまあ再特撮ばっかりがこうピックアップされていますけれども平均的にあでもこれ最短しかやっぱり書かないっすねこういうのはなかなかいやらしいんですけれどもまあ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 少なくとも言いなら系なんで今後はコンセントが上越新幹線ついに全列車コンセントが図られるようになりましたので東北新幹線よりも上越新幹線の方が居住性は上がりますね。 いや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 これはすごいということでで、えー、まあ東京庄内方面の速達性が向上なんていうのも書いてあるんですがまあこれは列車に応じてってことかなあとは言い習系統一されますのでグランクラスが全列車で入るようになりますで言い習い系統一されるんでじゃあグランクラスもお食事サービスを導入するのかなって思ったんですがどうやらそうではなくって統一された後も今しばらくは座席のみということになるんですって。 はい、であとはまあ北陸新幹線も同様に所要時間が変わるよっということになっております続いてまあ高崎線の特急の、えー、快適性利便性向上ということに書いてあるんですけれども高崎線特急に E257 系リニューアル車両を導入し投入しと書かれていてここに列車のイメージついています現在の特急湘南踊り子号側は、えー、青色の E257 系なんですが。 高崎線は緑色の車両がどうやら投入をされるんですって現在活躍している団体系とかまあ何て言ったらいいんですかこう波動用って呼ばれる臨時列車で使われる257系はコンセントなかったりするんですが今後は5両編成の車両は窓側に電源コンセントを設置してるんですって。 で、えー、257系のこの、えー、列車なんですが草津系統はグリーン車はなくなるんですって普通車のみの5両編成への運転ということになるみたいですまあでも651系は多分まだ残ると思うんで、まあ、グリーン車乗りたい方もしくはコンセントが欲しい方ってことをで皆さんにねこう選んでいただければというふうに思いますまあ特急列車の名前が変わるっていうのも面白いかもしれませんえー、っとあとは。 そうですね特急湘南が増発するよなんていうふうに書かれていてまあ平塚行きと、まあ、あとは、えー、ついになんですが今日立五号っていうのが上野駅始発で運転されていてこれ前は仙台市地がついに品川だよなんて話になっていたんですけれども今後は常磐線の列車っていうのがついに品川発着になるんですって。 はいであと常盤号が柏駅に全部止まるということになっているみたいですなのでこう伝統ある上野発の日立号はついになくなっちゃいますちょっと常盤号はここ書いてないんであれかなもう変わってたかなちょっとあれなんですけれども上野始発じゃなくってもう常に上野はもうスルーするっていうのが今後の常たちの形となるみたいですあとはもう中央線特急の運行区間延長ということでどん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 こう東京に入ってくるようになるっていうのが面白いかなと思いますはい でえーまあ、スペーシア日光号っていうのも今めちゃくちゃ朝早くってなかなか需要が見込まれてなかったんですが今後は日光1号からスペーシア日光1号に変わるんですってなので、えー、日光なのでなかなかそのなんだろう観光っぽさがなかったんですけども今度はスペーシアが入ってきてくれてなおかつ新宿発の時間が9時になるので、まあ、使いやすくなりますよね。はい であとこれですね京葉線の田沢湖線新駅開業ということで先ほどお話しした幕張豊洲の後前方駅っていうのが開業すると。 で、この幕張と様子の駅なんですが皆さん気になっていた京葉線、果たして普通列車だけを止めるのか快速列車を止めるのかって話になってたと思うんですが各駅停車のみということになるみたいですなので、まあ、なて言ったらいいんでしょうか各駅停車、快速列車が時間が遅くなるってことはどうやらなさそうです前潟駅やまあその通りという形でしょうかまあ、列車のなんか増発っていうのも行われるそうですまあ、あと皆さんが気になっている情報かとは思うんですが関東地区の快速事情ですね昨年の、えー、ダイヤ改 では横須賀線いや総武快速線の通勤快速がなくなったりなんて話になっていたんですが。 今度のダイヤ改正では東海道線の快速アクティがついに引退となります東京駅19時48分20時48分というだん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 こう数が減ってきている快速アクティなんですがついにアクティが運転を取りやめという号でちょっとこれは寂しいニュースかもしれませんあとこれですね伊東線の一部列車4両編成で運転というふうに書かれていますのでもしかしたら伊豆急で今デビューしました20元209系の車両があたりまでやってくる可能性があります あと JR 東日本でお話しできることというか皆さんが気になっているであろうことなんですが幕張豊砂を含めた京葉線今、まだ通勤快速乗ると、なかなかディズニー大嫌いな方におすすめな通勤快速なんていうのがあるんですけれどもそれについてはえ今のところダイヤ改正で廃止するなんていうふうに書かれていませんでしたので特にそういったものはなさそうですだからですから今後もまだしばらく通勤快速は頑張ってくれそうです。 あとは卓に大きいものはなさそうでまあ終電の取り上げえ繰り上げなんていうのはちょこちょこあるみたいなんですけれどもそれは皆さんで自己表で確認していただきたいと思います。 ははいじゃあ次 JR 東海のお話をしてみたいいと思います JR 東海なんですが、まあ、ここに主な内容を書いてありまして、まあ、これについてはねさっきお話しした部分とややこう詳しい部分になっていたりとか、まあ、上りの時間を短縮する短縮系がやっぱりさすがは新幹線ですよねなんですけれども、まあ、ここから少しずつ噛み砕いていきますと。 例えばこの「のぞみ」を「速達化し」って書いてあって時時間間分分分から2時間24分に3分短縮とこれ面白いのがのぞみ号ってどの列車も停車駅は同じなんですけどもこれをさらに短縮するっていうのがめちゃくちゃすごいですよね最高速度も285キロで変わりない停車駅も変わりないのにじゃあどうやって3分短縮すんのっていうのがちょっとうんすごいなーっていう風に僕はちょっと思いましたはい。 でまあ、あとは、えー、新幹線の発車間隔が変わるなんていうのもこう詳しい情報になっていたりとかその他の新幹線、まあ、さっき4時間以内で全部広島まで行けるよって話をしたんですが僕が個人的にちょっと面白いなと思ったのがこれですね。 臨時ののぞみ号の、まあ、1本すごく面白い列車がありましてこれ相鉄新横浜線東急新横浜線っていうのがいよいよこれ開業するわけなんですけれども下り臨時のぞみっていうのがついに新設されましてなんか土曜日と月曜日を中心に運転されるとでこれでついにですよついに皆さん最強の光号がその光最強の座をまあ降りるということになりますこれまでは新大阪最短で東京から行きたかった場合は 4時50分とかに東京を出まして新横浜から光533号っていう列車に乗れば新大阪に8時13分に到着をするとこの光号は途中静岡とかにも停車をするんですけれども後続の品川6時発の光号石のぞみ号には抜かれずに一応光えのぞみ号に東海道新幹線の中では一切抜かれない光号として君臨していたんですけれども残念ながらついにこの臨時のぞみ491号というものが到着登場しまして新横浜6時3分に 出発をすると名古屋には7時18分これもめちゃくちゃ早いえそして新大阪には8時6分到着ということでなんと、えー、6 4 7分か7分も新大阪に到着する時間が早くなりましたこれはこれはということで、まあ、今後は東京方面から新大阪に行きたい場合は えまあそういった同じようなルートになると思うんですけれども5時前ぐらいの東京からの京浜東北線等々乗っていただきますと新大阪にはついに8時台それも一桁台に着くようになりますこれがちょっと目的には大きいなってことでこれでもう光号は基本的には東海道山陽新幹線の区間の中では山陽新幹線はないかもしれないんですけれども東海道新幹線の区間では全部の光号がのぞみ号に抜かれるってことになりそうですね一方でこれを見ていただきますと 新大阪発ののぞみ号っていうのは6時なんでこれがもう東京に到着するのは8時23分ですから結局新大阪に着く方が圧倒的に早いんだよなんていうのはちょっと面白いかもしれませんまあこういった朝の時間帯ものぞみ号はまた追加されるということになっているみたいです まあ,あとは産業新幹線ののぞみ号が増えていくよとかあとは光号の所要時間を短縮するっていうふうに書かれていましてまあこんな「光525」「522号」「666号」66号なんていう光号があるんですけれども。 それぞれこう途中駅をこう通過してみるなんていうのを行いながら。ええ、六分とか四分とか短縮をしていくっていうのがちょっと面白いかもしれません。まあ、これもね、こう結構東海道新幹線だからできることなのかもしれませんが。そして、この光号の停車駅を入れ替えて、光を七分繰り下げたりみたいなのも、ちょっと面白いかもしれません。まあ、この最速立つの光号っていうのが、まあ要は名古屋まで早くて名古屋から遅いとか。名古屋まで、えっと、遅くて名古屋から早いみたいな、そんな形で調整があったんです。 けれども、まあそんな調整をさらに行うんですって、はい。で、まああとはこうのぞみ号のなんか接続が良くなるとかっていうのはすごく細かい情報になるかと思います。あとはこう小田原号の所要時間が早くなるっていうのも途中駅での調整なのかもしれません。あとはこれですね。N700S で運転する列車がさっき増えるよって話をしたんですけれども、今後はこう決まった列車っていうのがこう N700S で、これまでは 東海道新幹線の中ではこれは絶対に n e r a s ですって決まっていてあとは当日に、まあ、ぶっちゃけほぼ固定ダイヤみたいにはなってはいたんですけれども当日にこの新幹線は博多まで S で行くよみたいなので公開されていたんですが今後は博多駅の望みもしっかりと n e r a s でこれで行くよっていうのは確実に公開されて、まあ、それ以外もレンジ列車とかで運転されるんでって話になるんですが、まあ、少なくとも事前にあこれが絶対 n e r a q u s だっていうふうに分かって予約して S に乗ることも どうやらできることになりそうです。さらにこういった上側にビジネスブースっていうのが用意されているんですけれどもそれで運転される NRKS の時間っていうのもどうやら公開をされるんですってでこれですよねついにじゃないんですがなんと H85 系にこう統一するっていうのがちょっとすごいなと思いましてこう7月 8月12月っていう感覚でちょっとずつ h 八8 5系を増やしてきたんですがついに飛騨号で h 八8 5になるということになりますただしあくまでこれは飛騨号ですから南紀ではキア85系はまだ運転しますから、まあ、3月17日ラストランというわけでもなくって85系自体はまだ今後も乗ることができますのでまあちょっと一安心かなというふうに思いますあくまで飛騨号のキア85系が引退となります いやーでもねやっぱりこう大阪飛騨がまだ残ってくれたっていうのが僕としてはちょっと嬉しいかなというふうに思いますまあ、ですからまあ気になるのはやっぱり651系スーパー日立ち側の方の車両が引退するのかなーっていうのはちょっと注目をしていきたいと思います、まあ、あとはね固定車駅がは変わるんだよっていうのが一つの JR 東海のポイントかなとまあ、あとそれぞれこう運転時刻の見直しなんていうのもあるんですけれども是非よかったらえそれぞれのえっとプレスリリースなんていうのも見てみてくださいはいまあ、そして jr 西日本どどどどんどんどんん 行っていいいきたいと思います、まあ、西日本の全体的なこれがダイヤ改正の条項になっていてそれよりもこう各支社ごとに見た方がちょっと面白いと思うんでそちら側でちょっと拡充していきたいんですがまずは梅北新駅が営業してはるか黒潮が大阪に泊まるよっていうのと大阪東線が入るよとで大阪東線は直通快速っていうのが運転してるんですが、まあ、そいつが淡路にも新規停車ということになるみたいですであとは奈良線が複線化して時間が早くなるとそれと AC とか増発増発なんですがまだちょっとや やっぱり多くはないんで、東京の2階建てグリーン車並みな,並な乗,車乗車の仕方っていうのはちょっとできないと。であとはまあ新幹線、さっきお話しした N700S の山陽新幹線に入っていくものが確定ってことになっています。で、これですかね、やっぱり梅北新駅が開業するよってことになりまして、大阪駅にはるか黒潮が入ってくるのは大きいんじゃないかなと思います。 ただやっぱりこう新大阪からすごいこう大回りして大阪の梅北新駅に入っていったりとか梅北の大阪駅っていうのはやややっぱり遠い場所にありますので 積極的にこう関空とか,からだとか和歌山からだったらいいんですけど京都の方からはるかに乗るっていうと意外とこう地雷になっちゃったりするような気もしますが、まあ、そこは皆さんにお任せかなで一応この所要時分っていうのがこう書いてあってすごいっすよね24分とか33分時間がこう早くなるよっていうふうに書いてあってちょっとこれまあでも一つねいやらしいのが関空快速と かを比べるのはねーとかね岸口快速とはとかを比べちゃあかんよっていう気がしましてこう右下にねかと大阪環状線黒潮と大阪環状線っていうふうに書いてあるんで多分こっち使われてる方が多いと思うんでそこを見ていただくとまあでもそれでもちゃんと6分ぐらい時間が早くなるよっていうのが分かるかと思います。あとはーとはうん まあ、大阪駅に停車する特急が増えるんで、まあ、AC トっていうのは少ないんですけど関西の場合は特急列車だったとしても E5 予約のサービスを使えばかなり安く特急使うことができますので着席っていうのがずいぶんと拡充されるんじゃないかなというふうにも思います、まあ、あとははるかっていうのは今夜,夜の時間帯は日寝のとか泉府中とかに停車をするんですけれども今後はなんか日中の列車っていうのも停車をするようになるんですって。 で、あとはこう意外とこう地味かもしれませんが一部の黒潮っていうのが今、西九条に停車をしていたんですが今後は西九条は全部通過をしちゃうみたいですですからユニバ、ユニバとかに行きたい場合は天王寺とかで乗り換えてねっていう形になりそうです。 えーとあとはまあ大阪東線が乗り入れるよってことになっていてまあ淡路からっていうのが大阪により速くなるよってことになるんですけれどもあくまで大阪東線っていうのは、えー、淡路は通りつつも梅北エリアの大阪駅に到着するんで平均4分時間が早いとは書かれていますがそこから東海道線の方に行きたいとなった場合は多分新大阪で乗り換えた方がいいと僕は思います。こ、まあ、これについいててははダイヤ改正後梅北新駅は是非行ってみたいと思うんでそこでそ乗り換えの 自分等々はもう実践ししてて皆さんにお届けしてみたいいと思いますあとは奈良戦の伏線化っていうのもここに書かれていますねまあ時間がやっぱり本数とか増えるのがいいんじゃないかなっていう気がしますまあ5分ぐらい平均的に時間が短縮されるのも大きいかなと思いますあとこれですかね、えー、123本増えて、えー、と2本増えて3往復っていう形に違うか、えー、2往復から6往復増発になりますのでまあ結構増えますかねはい まあやっぱりこれまでが2往復というのは少なすぎましたもんね。ただし、これ見ていただくと安い気なんで、まだこう前原まで定期で A シートが入っていくというわけではなさそうですね。ただ、この絵を見ていただきたいんですが、この A シートの列車の絵が225系になってるんで、今は223系しかないんですけれども、今後は225系も A シートに加わる可能性はありそうですね。はい、であと、新幹線がそれぞれ書いてあるんですけれども、それはもうここまでご紹介した通りかなというふうに思います。まあなんか 細かく山陽新幹線で小倉発岡山行きっていうレールスターがあるんですけれども。 それが新下,発新下関発岡山行きてことになるみたいなんで、ちょっと面白いですよね。新下関ってまあ光号の標準停車駅かどうかっていうのもちょっと怪しいんですけれども、そんな新下関発岡山行きの光590号、ちょっと注目です。あとはまあ新下関発新山口行きの小玉号は運転取りやめになるけど、他の列車でなんとか行けるよみたいな話になっていたりとか、まあ、新幹線の最終列車っていうのが繰り上げになっちゃいますので、まあ、そこについてはちょっと注目をしたい部分です。あとまあ西日本って話 なんですけれども北陸新幹線も当然西日本の一部に入っているので時間が早くなるよっていう話ですじゃあちょっとね梅北新駅とか含めてえっ、ー、と西日本の話も掘り下げますはいというわけで西日本の近畿統括本部まあ、つまり大阪まあ、近畿地方の 中心とししたお話なんでですけれどもここで深めていきましょう大阪駅梅北エリア開業というふうに書かれていて、まあ、これをご覧いただきますと梅北エリアの地下に新しく大阪駅ができるよってことになっていてまだのお話をしている遥かとか黒潮大阪東線が、えー、大阪駅から乗ることができるって話になっていてここもねまたこう激しく書いてあるんですけれどもここ20分33分、まあ、でもねこの右下にちゃんと大阪環状線から特急列車に乗り換えた時間との比較は5分だよっていう。ぶっ この5分は乗り換え時間でなーって気がするんですがまあでもねやっぱりこう乗り換えっていうことがそもそもストレスだと思うんで1本で大阪駅に来れるのは大きいかなと思いますですから、えー、大阪駅をある意味で言えばこう通過するはるかっていうのはもう間もなくなくなっちゃう要はその路線図から消えるはるかや黒潮は間もなくなくなっちゃうってことですよねそして3月18日大阪駅なかなか暑くなりそうですでまあやっぱりこれも一つまあ大きいというか アピールポイント西日本ではこう着席で必ず着席できる列車っていうのが、まあ、普通列車ではないんで代わりに特急列車が今後増えるから特急も使ってねってことになっていてこれまでは、えー、京都方面から大阪に行く列車っていうのはサンダーバード3本ビアコレスエクスプレス1本スーパーハクト2本の計6本なんだけども今後ははるかが加わってプラス5本と、まあ、逆に関西方面からは大阪に行けるのはプラス8本みたいな風に書かれていてただねこれがですねもうちょっとね注目しちゃってる時刻機模トリックが あるんですけれどもまあ見てください特急はるかだと京都から新大阪っていうのが。 だいいた分を超えるんですよね例えばはるか午後6時44分に京都を出発して大阪に到着するのは7時19分ですから30と5分ぐらいかかるんですよねですがその後で走ってくるビアコレエクスプレス1号は京都7時3分で大阪7時31分なんで28分なんていうふうに書かれているんですよねなので例えばですよこのどん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 下を見ていただきたいんですが京都駅を7時48分に出発するはるか9号 きょえー、新大阪着8時15分大阪着8時21分サンダーバード2号京都発7時52分つまり4分差が特急列車であるんですがなんと新大阪では並ばれて最終的に大阪に着くと「はい」ということでね特急が特急を。 追い抜くんですよねこれがまたちょっとなかなかに熱くなりそうですよ。でさらに下側見るとはるか13号8時45分そのあとスーパーハクト3号あくまで抜かれるわけではないんですがディーゼル特急に電車のはるかが1分差まで詰められてくるよなんていうそんなこともありましてそうなるとじゃあはるかと新快速がどうなるんだっていうのが 自己強が楽しみであり仕方ありませんはいでまあこんな感じであとは春あの半和線とかっていうのをいろ書かれているよって感じになっていてまあさっきお話しした泉府中停車なんていうのもここに書かれておりますあ夕方の列車も書いてあるんですが同様に大阪から先なんですけれども果たしてサンダーバードの勝負がどうなるのかは気になりますね でえーまあ、大阪東線の話もついていて、まあ、淡路駅なんていう話もこうついているのでこれについてはこうさらっとお話をしていって奈良線の複線化っていうのをさらっと流させていただきたいと思いますはい、はいえー、AC ともそうですね夜の時間もここついてましたね大阪発7時半8時半9時の列車っていうのが新快速号数つけ,のつけての列車ということになっているみたいです 草津駅発と書かれているのでこれ安から来るのかどうかわからないんですが一応、草津からというふうに書かれていますね。ね あとはこう乗り換え時間なんていうふうに書かれていて一応、こんな感じで詳しく見ると桜が新たに西明石に停車っていうふうに書かれていましてなんとですよ、西明石からは現状、えー、九州新幹線に直通する列車っていうのはもうないんですけれども今後は桜号が停車するようになるので今はこだまとのぞみしか停車しないんですが今後はあすみません光号ももちろん停車一部するんですけれども今後は九州新幹線系統がついに西明石に停車をするようになるみたいです。はい ね、あとはまあ水保護等々が書かれていたりとかまあ東京発のまあご利用状況に合わせて運行区間変更っていうふうに書かれてるんですが東京から岡山に向かっていく光501号っていう列車なんはもう新大阪着で終点ということになりますあとはまあ502号も新大阪発になるということでまあこれこれ違いますねごめんなさい ご利用状況によりて取りやめることがあるんでまあその延長したり延長しなかったりというパターンですね。であとこれ個人的にすごい面白いなと思ったのが現在早朝の鳥取発と深夜っていうかまあ夜の大阪発しかなかった浜風っていうのが鳥取乗りであるんですけれどもこれはですねなんと引退するかなと思いきや増えちゃうんです。はい 現状1往復しかなかった列車がなんと、えー、日中時間帯に浜風鳥取乗り入れということになりまして大阪7時48分あ鳥取行き、えー、と浜坂行きだった列車がなんと鳥取まで走りまして逆に、えー、と鳥取発12時57分で大阪行きの浜風っていうのが増えるんですってこれちょっとびっくりしましたどうですか、なんと浜風がより鳥取に入るってことで鳥取駅で見やすくなるんですよね。 ハクトもまあ今でも便利なんですけども今後は浜風も使いながらってことでそんなことをするといい感じにもしかしたらハクトがあって浜風とのうん、なんかこれもまた面白くなりそうですね。はいであとは飛騨ですね飛騨についても新しい列車だよってことになりました。はい、あとは 列車が変わっていくということがついているんですけれども、まあ、列車が取りやめ取りやめというふうに書かれていてちょっと僕が気づいたポイントではこの辺かなというふうに思いますあと山陽区間というのも一部ダイヤ改正は当然行われるわけなんですが、まあ、皆さんにお届けしたい大きなダイヤ改正の情報としてはこんなもん西日本についてはこんなもんです まあ、あとはこれ一応四国なんですけど四国はどうですかねちょっと見にくいかなこんな感じで一応乗り換えぐらいなんでその他何か大きな時刻については今のところはこう残念ながら書いていませんので そうですね、何と言ったらいいんでしょうか、その在来線がどう変わるかっていうのは、また時刻表を見てみたいと思います。ただ、こう、真ん中にポケット時刻表は3月18日から作成しません、長らくの5割以降ってことで、ついに四国もポケット時刻表が消えちゃうんで、時刻表欲しいなって方は、今のうちですね。はい、って感じです。四国は意外と落ち着いてるダイヤ改正っぽいです。あくまで一部ですからね。 あとは JR 九州でしょうか、まあ、JR 九州はここにポイントが書かれていて、まあ、燕の時刻が変わったりみずほの時刻が変わったりっていう風に書かれていて、まあ、あとはこう燕号の運転を取りやめるってことで、まあ、最終列車が繰り上げってことになりますね。うんであとはこうソニックが、まあ、今速達タイプと各駅タイプって書いてあってゆっくり停車していくタイプっていうのがあるんですけどもゆっくりタイプのソニックっていうのが今後は赤間にも全部の列車が止まるよってことになるみたいです。 であとはまあ快速列車とかがまあ見直されるよっていう風に書かれていますえー、っと一応時刻がこうパターン化されるみたいなんでやっぱりこう00とかじゃないのがね怪しいんですけどそれでも61636みたいなそんな時間帯になっていくみたいですあとはこう熊本からやってくるツバメ号がのぞみ号とのこう接続が良くなるということみたいですただこう逆にねこう6分で接続とかになるんで駅弁とか買いたいよとなった場合は焦っちゃう可能性はありますね であと、えー、これでしょうか水穂600号の時刻を繰り上げて、えー、と利便性を向上するようということで鹿児島中央水穂600号が六時35分になるんで新大阪10時半よりも早く到着するようになるようということになっております、まあ、あとは停車駅の見直しとかいろいろ書いてあるんですけれどもまあどうですかね、まあ、上側とこう比較をしていただきますと 例えば水穂600号がまあ早くなっちゃうんで代わりにちょっと早い桜号っていうのが登場して鹿児島中央仙台熊本みたいな、まあ、基本桜号ってこの区間って各駅に、まあ、特に熊本までは停車すると思うんですけれどもちょっと速達性の桜号っていうのが出てくるみたいですねであとはこれでしょうか燕343号っていうのが23時10分熊本駅があったんですが、まあ、今後はそれがなくなって桜号にお任せするってことになるみたいです。 まあ、ソニックの話でもこんな感じですかね。日中に赤間に停車するソニックが増えるんで、赤間から大分方面というよりは多分これ小倉に行く方が便利なのかなと思うんですけれども、通勤需要を満たしていくということになりそうです。 あとはまあ快速列車ちょっとねろと結構今悩みというか問題が出ていたりするんですけれどもまあ快速列車についてもややまあ変わるということになっているみたいですが運行本数等はえ変わらないということみたいです、まあ、ここから先は自己規格なんですなんですなので皆さんに確認していただければと思います。 はいということでとりあえずこれがですね速報という形で皆さんにご紹介したかった JR グループのダイヤ改正でございます、まあ、その他も相鉄新横浜線開業ということでそちらの情報をまたお届けしたいんですけれどもまずは、まあ、僕が気になったという話でいくと特急日だからキハ、えー85系が一気に撤退するんだよということとか 大阪日田が残るんだよって話とか651系がまあなくなっちゃうのかなみたいなそんなところが気になったんですけれども皆さんはどれが一番気になったでしょうかそしてラストランだったりとか一番レッスンだったりとかっていうのがまた登場していくのが3月のダイヤ改正なんですが。 皆さんはどれが見てみたいですかよかったらリクエスト等々いただければ、僕のダイヤ改正、ラストランどうやって動こうかな、そんな移動の手段といいますか、皆さんにお届けしたい動画の参考にさせていただきたいと思います。皆さんでダイヤ改正、僕をうまく動かしちゃってください。はい、というわけで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Bye-bye!